Bah. ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。ああ名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっと面倒くさいやつかな。見た目がいいから許す。始まった。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃうね。っていうか、出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。え、ウェッジ。
長くじだ。
いたぞ。捕らえろ。やってやる。覚悟はいいか。終わりだ。見極める。ここまで。悪くない。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンラの番犬。魔鋼炉は初めてじゃねえんだろ。俺を魔鋼だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。シンラに未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。魔鋼炉は建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。こっちのセリフだ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは。おっと。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。
星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ！あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。うん。てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの剣じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。的な眼差しだと思わない？見つかったら火傷じゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。その前にスクラップにしてやるか。くっ、ただの鉄粒だろ。誰かかると死ぬ。策はあるか。魔法の方が突き止めて決めていけ。この野郎、ヘイコラ、沈めた。
よっしゃ狙うぜ。こっちか。どんなもんよ。ソルジャーには階級とは別にランクがあって、いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。おっと失礼、ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。行っちゃいかな。覚えとくぜ。中心、あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。ここを降りたらいよいよだよ。エスコートはここでおしまい。出しゃばっちゃってね。すぐ片付け。じゃなきゃありがとうな甲斐がねえ。いや、終わりだ。どけ。吸い上げるさ。笑いな。ぶっ潰してやる。落ち着いていけ。おう、引っ込んどけ。どうだ。はっ、狙うぜ。こっちだな。あばよ。暇はない。きっと喜べよ。シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。決めろ。自信あんだろうな。
めやがったな。来るぞ。なんだと。おい、こいつ豆知識は。この強化装甲だ。デカはイカ槌に弱い。魔法で攻める。油断したな。そうだ。一気に叩き込む。なんだありゃ。この防御システムは初めてだ。だったらあなたが何で正面は不利だ。腕が鳴るぜ。しかし続けて暗くするなよ。こっちだな。おい、このまま続けて本当に倒せんのか。おやく前にもっと撃て。てめえの方がサボってんじゃないか。そう、勝ってえな。簡単に倒せるのか。兵器とは読まない。どっちの味方だよ。俺が出る。you
近づけて。これはいい。厚労省はあのサソリにくれてる。急げ、脱出だ。ウェッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。今だ。仕留める。
倒してやる。キッパーやっは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 っThank you.
全員いるな。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔鋼が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。